皆さんこんばんは。オプションリボーです。え今週はですね、まあ、異常値分析ということで、まあ、あのオプションリボーとして気になる数字ですね、について若干パターンから変わってきたとかですねえ、そういうものについて皆さんと共有をしていきたいと思っております。本日もよろしくお願い申し上げます。で、早速なんですけれども、 先月とですね、今月との違いということで、まあ、今、直近元月が7月元月になってるんですけれども、まあ、日経平均3万円を超えてから一気に上がりましたというのが6月元月だったわけですね。で、その時は、あーまあ、コールの値段が100倍以上になったというような形で、ものすごく上がったんですけれども、今回については、まあ、それほど大きくはなく6倍程度と。 で、ここについて、まあ、下の方に日経平均の、まあ、これ先物ですけども、まあ、なだらかに上がってるというような状況は、まあ、同じような感じなんですけれども、まあ、なんで6月現月のポールは吹っ飛んだと、えー、ものすごい、まあ、倍率が高く出た。に対して、えー、まあ、7月は若干、まあ、緩やかな上昇。まあ、6倍ですから、6倍であれば相当いいと思うんですけれども、 これについて、まあ、えー、まあ、オプションをやられている方は、まあ、もうお気づきだと思うんですけれども、えー、先月と今月のところで、まあ、ボラテリティの水準が違ってましたと。まあ、この辺がボラテリティ、まあ、オプションリボーはよく見ているところで、えー、非常にその辺を研究していただくと、まあ、いろんなことがお分かりいただけると思うんですけれども、えー、すでにボラテリティがある程度高かった段階でいくと、 まあ、そこの部分ですねえ、ボラが上がるということは、オプション価格が上がるので、まあ、先月は安かったところだったんで、まあ、急激に上がりましたと。まあ、今月についてはある程度高いところからの動きでしたので、えボラの上昇分よりも、まあ、株価の上昇分だけコールが上がったという感じですかね、極端に言えばですね。まあ、そういうところで差が出てますよと。まあ、従いいいましてて今後についてもオプションの買いの買戦略は、 まあ、コールであれ、プットであれですね。基本的には、まあ、インプライドボラティリティ、オプションの価格が低いときに、まあ、当然、買う方がより割安だというようなときに買う方がですね、大きく、まあ、上昇する可能性が高いという、まあ、そういう特性があるということになります。と、今度逆に言いますと、オプションの売り手から、 お話し,しますと、基本的にあまりにも高くなったボラティリティのときについてはです、ね、過去のトレンドからして非常に割高な状況になってますので、そういうときは、コールとプットがあるわけですけれども、コールサイドについては、基本は売りのチャンスがあるかなというふうに考えています。で、プットについてはです、ね、一気に相場が非常に急落をする可能性があるので、 まあある程度ボラが高かったとしても、プット売りについては非常に警戒をしておかないと、まあ場合によっては本当個人破産もあり得るような商品になりますので、まあ、基本プットの売りについては、えー、まあ禁断のというか、えー、非常に怖い戦略になりますけれども、 交流については過去のパターンとかですね、そういうところを分析していただくとですね、絶対100%とは言いませんけれども、相当の高い、例えば95%とか99%の確率でですね、その兆候を見ながら判断しておけば、かすり傷程度で逃げれるようなことを考えていまして、通信講座でもその辺の見るべきポイントについてお話をしているわけです。 で、今回についてですね、えー、非常に興味深いのは、この最後のところですね、えー。6月の17日のところでは、えー、最後の最後ですね、えー、先週ですけれども、えー、夜中に33,980円と、まあ、7月現月の先物ミニですけれども、それが上がってたところ、まあ、ちょっと盛り上がりましたけれども、まあ、それから一気に値段を、そこを抜けなかったというところがありましたんで、 こちらの方ですね。このとこですね。先ほどの,方の一気に値段が下がったということがあって、一気にコールサイドについても将来の先立感が消えたというところで、一気に値段が下がってしまったよという形ですね。 えー、非常にコールサイドについてはですね、えー、そのように、まあ、敏感にですね、えー、反応しますので、まあ、アップットもそうですけれども、基本的にオプションっていうのは非常に先物の動きに対して敏感に、えー、反応しますので、まあ、あの、急に上がっているときは一気に上がる可能性がありますけれども、まあ、あの、ここについてはやっぱ3万4千ほぼ、 まあ達成感もあったというような感じでしょうか。まあそれによって一気にコールについても値段が下がってたと。これ基本的には3万8000円ということで、3万4000円のところからまだ4000円も上ですので、まあちょっと無理があるような水準ですよね。まあそれなんで期待が上げると一気にオプション価格は下がってしまうというような、まあこれはコールの特性だということになります。で、今度は3ページ目ですけれども、まあ海外投資家さんの売買動向ということで、 ここのところですね。私は、ま、現物と先物と、両方の合計金額で見てますよと。で、ここに来てですね、過去10週間連続で、海外投資家さんは、日本株について、現物と先物を合計で買っているということになります。まあ、現物だけで見てるか、先物だけで見てるか、イメージ てからすると、先物の,の方がなんとなく陶器的で短期的、現物の方が中長期という感じかもしれませんけれども、まあ、そんなことはないんですね。基本的には買ってるということですので、えー、売ろうと思えば、海外投資家さんも売りますので、えー、やはり、あの、現物だけで見てると、やはり、すごく、まあ、ミスリーディングという形で、情報が偏ってしまいますので、必ず先物も,も一緒にしてですね、えー、見ておくと。 いう必要があるということこになります、まあ、先物の,の方を先に買っておいて、後からまあ現物にの方に乗り換えるようなこともやってくるかもしれませんけれども、大切なのは日本の株式市場だけお金を入れているのかということの合計で見ているということですね。まあ、これがちょっと連続でつの続いてましたんで、えー、基本的には株価が相当円ベースですけれども上がっていますよと。で、下の方ですけれども、 まあ、あの、私、海外のファンドマネージャーもやってたところがありますけれども、まあ、日本の株式市場については、えー、まあ、メジャープレイヤーですね、えー、主戦略を、まあ、主なプレイヤーが海外投資家だということを考えるとすればですね、なんで円で見るのかなということですね。国際分散投資という考え方で、ドルベースで投資をしている方からすれば、どこの国を投資にしても自国通貨、 例えばドルということで言えば、ドルで見るのが正解ですよと。で、そういう意味で、例えば、こちらの方ですね、えー。2021年の12月をたまたま起点として、まあ、左側が S&P の水準、右側の方が、えー、日経平均をその時のドルで割ったドル建ての日経平均の水準ですね。で、これを合わせて見てみるとどうでしょうか。ほとんど同じような動きをしているということですね。 ということは、円ベースで見ると強いかもしれませんけれども、円ドルの部分の影響を取り除くということで、ドルだけで見ることによるとです、ね、まあ、ほとんど同じような動きをしているということですよね。ですから結論とするとです、ね、1、まあ、つの過程というか、まあ、については極端、まあ、日本株について強気だということではなくて、 でも株式市場に対してお金が入っているというふうに考えるべきなのかもしれませんねと、まあ、これは全体としてアメリカの金利について、まあ、そろそろ FF、えー、レートも利上げの水準が終わって、まあ、利下げになるからという期待感があるからということなのかもしれません。それによって、世界的なあまあ株式への投資が進んでいるということになるわけですね。 で、ここに参りますけれども、まあ、円建ての日経平均の上昇は非常にしているというように見てますけれども、えー、海外投資家、ドルベースの投資家からすれば、まあ、SP と同じぐらいの感じで動いてるよねというようなイメージですよと。あの見方を変えると違ったように見えるかもしれませんとで、えー。こちらの方 前もお出ししたことがあるんですけれども、えー、とマネーサプライとですね、株価っていうのはやはり大きな影響がある、関係があるというふうに考えているわけです。で、まず左側の方ですけれども、まあ、マネーストックですね、M2 前年比が減速していると、まあ、一番あの印象に残っているとすると、89年、1989年のところですけれども、株価が4万円近くまでいったところで、 この緑のところですけども、マネーサプライが急に今絞られたという形で、まあ、形とすればバブルが崩壊したという形になっているわけですよね。で、今回についても、こちらのここの部分ですね。2万円の割れているところから3万円まで一気に陰上がったのはコロナの関係でお金がジャブ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 出ましたよと。 じゃあ年率、ちょっと見にくくなってますけれども、年率で8%パーとか9%パーとか10%パーというような感じでお金をジャブジャブしてたので、金余りの状況で資産がバブルが起こったと。株価でも同じですよと。で、これが急速にまあ下がってきてますねというところであればですね、非常に1989年とまあ、えー、今回についてコロナバブルの崩壊ということで言えば似てる状況だったというふうにずっと考えたわけですね。 でまあ、足元の1ヶ月、2ヶ月については、実は円安がスタートしているので、えー、先ほど言いました通り、円ベースの日経平均自体は上がってますよと。 まあ、ドルベースで見ればそれほどでもないですよということで、これ円ベースですので若干上がっているような形になってますけれども、まあ、この後もどん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 、まあ、マネーサプライですね。マネーの伸びが下がってくるとするとですね、えー、若干株式市場には逆になるかもしれないっていうのがファンダメンタル的なところですね。 ただ足元については、が、あの、今回、えー、相当の勢いで上がってますので、まあ、いわゆる売り方の締め上げみたいのがまだまだ続いてますので、まあ、それが一段落するまでは、えー、まあ、ちょっと堅調なところが残るかもしれませんけれども、まあ、ファンダメンタル的については非常に危うい状況になってきてるのかなと。で、えー、実際のこちらの方の右側の方はバリエーションですけれども、これは逆にですね、 ここもとですね、えー、2191と、まあ、日経平均の予想 EPS ですね。日本経済新聞さんの,けあの予想の数字ですけれども、まあ、これが非常に順調に上がってきてますよと。まあ、これも一つ、この株価の上昇には大きな影響力というか要因になっているわけですけれども。 まあこれがもしも15.5倍までいけばまあ3万4千台がつくかもしれませんねということですね。で、もしもこれが例えば1、これ9.5ですけども約1割上がって EPS2400 までいって で15倍で言えば3万6千なんていうのは、これは計算上おかしく全然ない水準まで行く可能性がありますよ。従いまして、今後は、まあ、企業業績がどうなのかっていうのを、えーまあ、3つですね、えーまあ、PR の水準を確認しながら。 えー、先ほどの為替の動向を確認しながらですね、えー、とりあえず天井がどこまで行くのかというところですね。まあ、相場はですね、行き過ぎるというかですね、いうことがありますので、まあ、そこのところの最終局面なのかなという、まあ、気もしています。 それから、あの、一つ加付け加えますと、まあ、PR の水準ですね。まあ、PR が水準が高くなるっていうことは、基本的にはその国が成長するとかですね、そういう期待がありますね、ということになるわけです。 従いまして15倍とか16倍ですねこういうところになってくるというのはですね日本経済の今後についての伸びのについての期待が高まるということになると思うんですけれどもファンダメンタル的な考え方をかすると人口がどんどん減っていくような中でかつウクライナの問題がありますので世界がグローバル化からブロック になりますよとそうすると、イメージしていただくと、市場が実は小さくなるわけですね、分断化されるわけですから、大量生産で利益を上げるという形にないとすると、まあ、なかなかそういう意味では、経済成長についてはマイナスになりますねという形になります。で、そういうふうに考えると、やはり15倍、16倍っていうのは、まあ、基本的に考え方とすると、今の日本経済については割高な水準なのかもしれません。 で、かつてのですね、70年代とか80年代とかですね、高度成長期の PR を平均として過去はこんだけだという議論もあんまし意味がないわけですね。今後、先ほど申し上げましたとおり、人口が減っていくっていうことであれば、当然 PR の水準はどん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 下がっていく方向に行くはずです。 どん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 伸びていくということが期待されるようなところであれば、上がっていくかもしれませんので、そういう意味では PI の水準の今の現状については、ちょっと高すぎるかもしれませんねということになります。で、5ページ目なんですけれども、これはですね、非常に今、オプション・オリボーが気にしているチャートになります。 左側の方が1989年の日経平均の動きです。えーこれえー、右側の方が2023年の日経平均の動きですね。で、まあ、あの、かの有名なジョン・テンプルトさんはですね、えー、強気相場は悲観の中で生まれ、会議の中で育ち、楽観の中で成熟し、陶、えー、水の中で消えていくと。えー、今現在の状況を、まあ、楽観の中の成熟期なのか、 もうすでに倒水に入っているのかっていうのは、まあ、なかなか判断が難しいんですけれども、基本的に最後に起こり、えーまあ、今までの経験で起こることは、ある程度株価の上昇は、まあ、万能の形で、まあ、ある程度、節度を持った上がり方をしているんですけれども、最後の最後に急に上がるときがあるんですね。で、イメージですると、ロースソクについても消える前が一瞬明るく、まあ、見えるようなときがありますけれども、それがあると、 まあ、その後ちょっと急落とかっていうのを警戒しなきゃいけないよと。で、この巡航速度の上がり方からして一気に上がったっていうのが、1989年の最後の1ヶ月、2ヶ月のところですね。で、この状態と同じようなことが、まあ、この引き方によっては、2023年の、まあ、これ、が19日現在ですけれども、えー、こんな形で上がってきてますよと。 一気にスピードが速くなって上がっているということですね。で非常にまあ似ているような感じになってます。で、この後、まあ、何がきっかけになるかという形で、まあ、はしごを、まあ、外されるような感覚になってくる、まあ、イベントがあるかどうかっていうのに注目をしているわけですね。で、一番簡単なあというか、まあ、皆さんも,もうご想像にあるのは、日銀のまあイードカーブコントロールがあー 少し変わってきて、えーまあ、もう少し金利が上がるよというような形ですね。まあ、足元のところで思った以上にまたあ、まあ、インフレが日本でも進むような形になってきて、腰の重い日銀さんがあ まあ、腰を上げるというような形になってきてくるとですね、えー、為替については一気に例えば120円台まで、えー、まあ、急激に円高が進むとかですね、そういうような形になると、まあ、今まで先ほどお話しした通り、 円が安かったんで、えー、海外投資家は、えー、安くなった日経平均を買ってたわけですけれども、今度円が高くなってるので、えーまあ、ドルベースでの日経平均が非常に高くなるので、今度は売りに回るという形があ出てくるかもしれませんと。 で、先ほどお,、まあ、お見せしたようなこのお数字で、海外投資家さんめちゃくちゃ買ってますからね、えー、この部分が今度売りに入っあの回ってきたときには、そのインパクトがでかくなる可能性がありますよと。で、まあ、これいつかわかんないわけですね。まあ、6月中、7月中に起こるかもしれないですし、年内は持つかもしれないというところですけども、なんかのきっかけがあったときにはですね、まあ,あ、んまし、まあ,あ、あえに考えないでというようなことが大切かな。 まあそういう意味では上に攻めるにしてもコールの買いまあオプションという商品がありますので、損失限定で言えばコールの買いで攻めるなり、えー、いわゆる保険として、まあ損失するかもしれませんけれども、プットを買っておくとかですね。まあそういうような扱い方ができるっていうのが非常にオプションとしての利用方法としては、まあ面白いというところになるわけです。で、こちらが6ページなんですけれども、まあ、上の方に日経平均とまあ信用倍率と、 信用の改ざんと信用の売り算の倍率を見てましたと。で、3万円を超えるまでのこの期間については、ほとんど3倍から5倍の間に信用倍率があって、この間にあった時にはですね、5倍近くになるところがちょうど、 まあ日経平均とすれば天井でしたという感じが続いたんですけれども、えー、今回はそのレンジを少し今超えてきてるという形で、ちょっと過去の経験則があ、まあ、効かなくなってきてますよと。まあ、背景とすると円安のところが大きくなったと思います。 でこれ具体的にこれ信用倍率で見てますので、実際の信用の金額ベースで見ると、改ざんについてはこちらの方ですね、下のところですけれども、3兆から3兆2000億ぐらいのところにまでちょっと減ってきてますよというところですね、さすがに上がってきてますので、改ざんの方は少し減ってますよと。 いう形でですねで売り算については、まあ、5000億からですね1兆ちょっとぐらいのところを行ったり来たりしてたんですけれども、えー、今回、ですねこれ1週間ベースで見ると、6月2日から6月の9日ですね、この1週間で約500億ぐらい、売り方も積み増してきているので、えーまあ、そういう意味ではあの取り組みが厚くなってきてますよと。 えー、売り方についても、まあ、あと積むとすると、まあ、あ過去の経験則かすると、あと1500億ぐらいまでは積んでもいいかもしれませんねという感じになっているわけですね。 で、ここについて、まあ、相当信用の、まあ、評価損については、まあ、例えば、あ松井証券さんで言えばですね、講座を作りいただいている方々にとっては、あの、店内の、松井証券さんの店内の信用の、まあ、評価損やなんかが見える形になってますので、まあ、相当、まあ、 金額として、えー、パーセンテージとしては傷んでいるわけですけれども、えー、ここについてどうするかと。まあ基本的にはその最後非常に含み損が膨らんでいる人たちが一回投げてそこがあ、あの金額が下がれば、えー、まあここにも書きましたけれども、相場というのは一番困っている人が投げた時に転機を迎えることが多いので、まあ一回投げてしまえばですね、えー、まあ一回軽くなるので、相場は、まあ 今回で言えば天井がついたかもしれませんけれども、え足元のところで言と売り方も頑張ってて、だん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 積み増してきてるわけですね。で、もう少し積める分,分がありますので、まあ、これで、えー、まあ、売り方が最後の抵抗が出てくるかな。で、これが、まあ、また上限近くになって、かつ、もっと日経平均。 すれば株価が上がっていくような形になって、まあ、完全にまあ売り方の方が締め上げになったとするとで、その人たちがもし投げたということになると、まあ、さっきの相場の勢いですけど、一気に上がるような形で、その人たちが投げたところで天井をつけるというようなパターンというのが、まあ、過去の経験則なわけですね。まあ、そのの最終局面にななってきてきるのかなと。 売り方の方も最後の最後ですね、えー。まだもう少し金額がありそうですので、えー、まだまだ粘る可能性があるなと。で、こういう中で、まあ、先ほど言いました、例えばエイドカードコントロールなんかが変わって、一気に円高の方に触れたりする,するとすると、今度は売り方が非常に有利な形になるかもしれませんね、というような形ですね。で、従、え、い、ー、まして、この辺の、まあ、個人的ですけれども、売りとかの残高ですね。 金額ベースの推移についても、えー、見ておくのが非常に面白いのかなと思っております。で、こちら7ページなんですけれども、まあ、例えば移動平均線間の乖離率という、まあ、例えばの例で90日移動平均、 金銭からの乖離率というのを、まあ、上で日経平均で取りましたと。まあ、緑のところが移動平均からの乖離率なんですけれども、まあ、ここ、八元を見ていっていただくと、えー、非常に高い数字になっているわけですね。まあ、一時直近では16%を超えてきたと。えー、ここの過去の2016年以降で見ると、そこまで乖離しているところはないわけですね。それとも簡単に言えばスピード違反ですから、えー ここで止まってもおかしくないですよねということになるわけですねで。先ほどから申し上げてますけれども、えー、今回の株高についての大きな要素は円安ですよということで、同様に円とドルの90日移動平均線からの乖離率も見ているわけですね。で、これも実際は、えー、ドル高の方に5%程度乖離をしているわけです。まあ、過去においては10%ぐらい乖離することがありますので、ま,あ、まだまだ乖離する可能性があると。 とすると、例えば、現在の平均税135円で48銭とすると、まあ、149円ぐらいまでですね、150円の手前ぐらいは、まあ、あってもおかしくないというふうには見えますけれども、まあ、これも5%を返りしつつ、5%以上返りしている時っていうのも、まあ、それほど多くはないので、まあ、こちらの為替の勢いについても、ここで一回止まるとすれば、これ以上、やっぱり日経平均自体が、 円安による株高、円ベースの日経平均が高くなるというようなペースが一回、まあ、止まるということであれば、これはもう非常にテクニカルな話ですけれども、一回はここに来て天井をつけかけに行っているかもしれません。まあ、他の指標でもいくつか天井圏を表すようなものがありますので、まあ、この辺もテクニカルとして見ているということですね。 でも、視点条件ということであればですね、まあ、簡単に言えば、まあ、オプションで言えば、プットを買っておくとかですね、そういうところが面白い。まあ、損失限定になりますので、うん、面白い戦略になるということになります。で、こちらの方はですね、 まあ、オプション売り棒の重視しているものという考え方なんですけれども、まあ、先ほどもいろいろチャートを出しましたけれども、パターン分析とかですね、えー、かつ確率、勝率、収益率を考えながらいかに物事を簡単に考えるかというようなことで。 いいいやってさせててさただいているわけですでこの辺の情報についてはですね、こちらの方に、まあ、グレーリの通信という無料の無料化がありますので、もしよければですね、こちらの方にご登録いただければ、メールが届く形になっております。本日、ここまでですね、長時間ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。 で、この後ですけれども、若干宣伝なんですけれども、7月22日にですね、えーまあ、日経225のオプショントレード入門セミナーという形で、えーまあ、日経225の、まあ、コールトレードの優位性、それと、まあ、心構えですね、えー。コール、プットの売りについては非常に危険ですけれども、コールの売りについてはですね、そのオプションのですね、えー、特性などを掴んでいただければですね、えー、基本的にはですね、 えーまあ、マネージできる範疇だというふうに考えているわけですね。まあ、この辺のところとかですね、えー、それで、じゃあ、どういうようなあ最適な権利、行使価格を選ぶのかですね。そういうところとか、えーまあ、か簡単ですけれども、えー、まずは警戒すべき局面、まあ、これを事前に分かっていれば、すぐに逃げれるわけですから、こういうところとかですね。えー、それから、最新の、まあ、日米の市場についてもお話をさせていただきたいと思っております。 で、8月ですけれども、えー、まあ新規の会員の方々をまた募集させていただこうと思っております。えー、今回で第7期生という形になります。この辺のプログラムがコンテンツとしてご用意をさせていただいているんですけれども、まあ、これをまあご理解いただく部分のまあ導入という形で、 えー、こちらの方の7月の22日にですね、まあ、どういうような考え方をしているのかということをですね、えー、より詳しくお話しできればと思っております、えー。本日はここまでとさせていただきます。長時間ご清聴誠にありがとうございました。